業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は、メアリーイコールジュイさんの新しいミュージックビデオが公開されるということで、緊急でリアタイで、リアクションしていきたいなと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スタート。はい、ということで本日見ていくニアリーイコールジョイさんの新曲ミュージックビデオの URL はこの動画の概要欄に貼っておりますので、ぜひ皆さんも一緒に楽しみながら見ていってください。あ、レノンちゃんセンター、かっこいい。てか美に磨きがかかってません？またさらにカラコン、青い瞳がこのジャケットに合わせて、うわかっこいい。うわー、カメラワーク良い、良いカメラワーク。コナちゃんさ、ハーフツインなのにさ、この曲だとちょっとかっこいい感じになっててさ。うわ。やば。すごい。うわ、この主役感すごいな。めっちゃいいな。めっちゃ、いつか光が差すと。あ！かわいい、みつきちゃん。この曲めっちゃいいんですけども、もうこの時点でいい。はい、もうこの時点でいいことは分かってます。え、待って、手を引いてる。どっかで見たことあるぞ、この構成は。良い構成、良い構成。あ、ゆみ様、美女が強いでございます。ヒエラルキーとかアイドルが歌っちゃうんだね。リコちゃん、ジュリーちゃん、あー、いいね、ジュリーちゃん、めっちゃいいです、とっても。やば。なんか更新する感じ、いいね。うわ。え、これ、振付師さん絶対、めっちゃ有名な方ですよね。あゆみちゃん、歌がいい。やばすぎ。はぁ、推し来ました。推しいいとこで歌ってます。うわ。あのさ、一個言っていい？このグループ、歌唱面誰ですか？みんな上手くない？みんな上手くてちょっと、歌唱面っていう、メンバーを決められないよね。うわ。え、この車は、まさか、ジュリーさんの車ですかね、これは。あ、葵ちゃん、美しい。ポニーテールいいな。いいな、とか言って。なんか可愛い、みつきちゃん。いいパート。アリスちゃん、なんか大人っぽくなってきた？ちょっと。うわ、この引きで撮るのもいいですね。血の味。出ました、血。いや、かわいい。リップうるる。ねえ、あー、ほんとにいいね、このパート。え、レノンさんの車だったんですね、こちら。え、あゆみさんの愛車持ちですか？え、かっこいい、かっこいい。コナーちゃんも強い。待って、みんな、車、免許持ってるかな？本当に。あー、あゆみちゃん。まいちゃん、かわいい。あ、コナーちゃん、お強い。あ、ジュリーさんもお強い。え、みんなさ、車運転し始めて何年かなぐらいの貫禄出してくれてるんだけど。いやー、すごすぎる。かっこいい。なんか、大人ですね、今回、ちょっと。ニアジョイなりのなんか大人って感じ。かっこいい。いや、歌詞がいいんだよね、そして。うわ、コノーちゃん。コノーちゃん走らせた監督に感謝。葵ちゃん、ジュリーちゃん。いや、葵ジュリーちゃんコンビ。めっちゃいいね。うわ。うわ、あゆみちゃんかな、あゆみちゃんもいいな。いいね、新芽出てるね。うわ、ゆうかちゃん。え、ちょっと手にグローブはめてるのめっちゃかっこいいんだけど。あ、ちょっと待って。今の見ました皆さん。この二人が乗って、え、うわ。もう車発進してほしいもん。惜しい。あ、ちょっとエンジンオンにしましたよ。もう声でブンブン走ってほしいもん、なんか。レインボーブリッジとか。いやー。かっこいい。うわ。ちょっとみんなの目つきが変わりましたね、本当に。危ないよーって。そこは車が来ちゃうよって。貸し切りで撮ってるんでしょうね、こういうとこも。
やば、迫力迫力、うわー、最後の終わり方よこのメロディー。え、ダンスもいい、うわ、あ、で空に返すわけ、うわー、かっこよ。はい、ということで、ただいまニアリーイコールジョイさんの新曲その先はイグザルトという曲を聴いていたんですけれども、もうファーストリアクションもいいところっていうか、もうファーストもう19のあのね、プレミア公開とともに見たので、マジで何にも予想もなく、もういきなりぶっつけ本番で見まして、うわっってもう射抜かれた感じ、すごかったですね。なんかこうイコラブちゃんでいう手遅れコーション的な要素も含みつつ、みんなで更新するところとか、なんか最近のアイドルさんではあまり見ないなっていう動きだったりとか、このみんなでGジャンみたいなのを着て、ちょっといかつい感じを出しつつも、別に超いかついに全振りしてるわけじゃないんですよ。ちょっとこう、なんで、おらつくわけではなくて、真の強さみたいなのを表現しているっていう雰囲気がこの MV からすごく受け取れたので、本当に、こう、ニアジョイちゃんたちのデビューにかける思いだったりとか、あと、歌唱面が多すぎる問題なんですけど、本当に歌が上手い子が多すぎて、美味しいパートを歌うメンバーって大体こうアイドルとかだとね、大体決まってたりとかするものなんですけど、上手い子が多いがゆえに、その美味しいパートを歌う人がコロコロ変わるんですよ。それぐらい誰でも歌えちゃうよっていう。で、結構ニアジョイちゃんってここまでも、今回またレノンちゃんセンターっていうことでね、すごくかっこいい雰囲気ですごいマッチしてたなっていう、印象なんですけれども、かつてもね、いろんなあの曲出てきましたけど、それぞれセンターが違ったりだとか、本当に誰がセンターを務めても務まるぐらい、あの個性が強いというか、歌が、なんていうんだ、こう、スタンダードがもう出来上がってるんですよね、みんな。やっぱそれだけこうオーディションも倍率が高かったと思いますし、あのいろんなたくさんの女の子の中から選ばれたメンバーなので、本当にその歌唱面とかセンターとかそういう概念じゃないんだろうなと思ったりして、聞いておりました。で、やっぱり私の推しの大西葵さんもですね、すごくかっこいいシーン歌って、嫌だの2番のところ歌ってたのが個人的に激アツで、よかったなって思いつつも、一番のジェリーちゃんの嫌だなところも本当に良かったんですよ。歌詞が天才っていうか、なんかあのサビに向かっていく、あの加速度が増していく感じ、もう本当にたまりませんね。あとはもうどう考えてもやっぱ、ちょっとレノンちゃんとジェリーちゃんのあの二人乗りの車、もうね、ぜひあの、運転できるようになったら、あの、ガンガン高速道路を飛ばしまくって、あの高速道路ごと貸し切っていただけたらなと思うぐらい、本当にかっこよくて、雰囲気をこう、この年齢で出せるというのがね、表現力の鬼だなって思いました。すごいです、本当に。今回もですね、振り付けはクリエイトボーイさんが担当されているっていうことなんですけれども、本当に様々なジャンルを、こういつも、あの、振り付け提供されてますよね。なんか今回とかは、ちょっとこういう、なんていうんだ、ジャズというかバラードっぽい感じのダンスも入りつつ、なんか更新の部分があったり、わっ迫力出すシーンがあったり、あの、ジャンルで言うとほんとフリーみたいな感じのジャンルになるんじゃないかなと思うんですけど、可愛らしいアイドルダンスもクリエイトボーイさんはすごくお得意ですし、こういう振り付けまでできるっていうのはマジですごいなと思いながら拝見しておりました。米印でちょっと概要欄に書かれてるんですけれども、山野アリスちゃんはですね、体調不良のためダンスシーンに参加しておりませんということで、そういうこともあるんですねって今すごい思いました。体調不良で MV に参加できませんでしたっていうの結構なんかレアなパターンというか、今まであんまり見たことがなかったので、あ、そういうパターンも大人数アイドルだとね、あるんだっていうのびっくりしました。ただ、それだけやっぱ多くの施設を貸し切って、もう他の日にちにはずらせない予定で撮っていたんだなって思うと、これまたちょっとデビューが近づいてきているんじゃないかなっていうワクワク感もあります。来たる9月3日にはですね、ニアジョイちゃんの単独コンサートもありますので、でもそれも楽しみにしながら、残りの8月を過ごしていきたいななんて思っております。皆さんもですね、ぜひニアジョイのコンサート行くよとか MV の感想言いたいよっていう方はぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで今日の動画はニアリーイコールジョイさんのその先はエグザルトという曲を聴いていきました。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、お仕事おつぴぴー。